JO1 の皆さん、こんばんは、リューチェルです。実はリューチェルはリーダー与那城と地元沖縄で小学校からつながりがあったという。実はなんかその小学校の時にすごく仲いい、それこそランページに今いるんですけど、ルーイとケンタっていう友達がいて、ケンタの友達でちゃんとお会いしたこととかなかったんですけど、でも JO1 のオーディションをあのショーが受けてる時ぐらいからもうケンタとルーイがもう騒ぎ出してて、だから共通ではつながってたんですよ、もうずっと小学生ぐらいの時から。だけどみんなそれぞれまあ沖縄からチェルチェルランドから上京してきてこういう芸能界で頑張っているっていうことで集まろうっていうふうに僕から計画して、急になんか三振取り出してビギンさんとか三振の花とかおじいじいまんノリオンビラティとかやって、なんくるないさっていう感じで、あのみんなのやる気を逆にあの高め合えて、はい、いい夜になりました。その時は多分マジで僕のこと好きなんですよ。どういうこと？二人で会ったんですよ。でご飯食べて、僕がインスタとかツイッターとかで自撮りとか載せたりとか、僕が LINE ニュースなるたんびにすぐ LINE 来て可愛いねとか言ってきたりとかで、僕が髪型で悩んでる時があって、どっちにしようかなみたいな感じでショーに言ったら、俺はロングの方がいいと思うよ。僕の彼氏。小学校からの知り合い。小学校にそのランページのケンタとルイと友達。その小学校がすごいですね。すごいですね。ねえ、三振弾いたりするんですか。そうですね。みんななんか三振は授業で習うんですよ。あ、沖縄の授業。そうなんだ。はい。音楽の授業で、まあリコーダーの隣で三振を置いて。あ、そう、なんかみんな三振弾くじゃないですか。そうなんですよ。俺多分あれ嘘なんじゃないかと思ったんですよ。いやいやいや、義務教育の一環で僕たち三振。それ知らない。